にちは、山口聖子です。今回の動画は行動を整理するということで、こういう行動関係の整理をちょっとやりたいと思います。今回はね、その夫の部屋なんですけれども、ここ机ですね、ここ夫の机なんですが、ちょっと試験勉強をするということで、こういうその照明器具、これ買ったんですけど、この低たらくですよ。もうなんかコードがこんな机の上にベローンってなってて、こう私個人はね、なんかこの状態気持ち悪くないのかって思うんですけど、夫はわりかしこれ平気なんですよ。平気なんだけど、やっぱりちょっと見てて気持ちがいいものではないので、ちょっとこういうコード関係を少し整えていきたいと思います。夫の部屋の現状をですね、もうありのまま見ていただきたいんですが、コードがビローってこんな風に伸びてて、机の上にこんな風にコードがビャーンある状態ですよ。こう机の上にこんな風にコードがビーってなってて、なんかこれ気にならないのかなって、私はすごく気になるんですけど、夫はねこれ気にならないんですよ。私もちょっと毎日ここ掃除しててすごい気になるので、ちょっとここは整えていきたいと思いますね。この横からこのピロンですよ、このピロンが気にならないっていうところで、人間の感覚っていうのは人それぞれだなと思います。でここからコードの配線をどうしていくのかを考えるんですけど、まずは電源の位置ですよね。この電源こう引いてる、まずここに部屋の電源があります。今このダラーンってなってる、これをなんとか整えたいので、ここの壁沿いに配線レール、これをですね持ってきたいと思います。でこの配線レールをどう配置していくかなんですが、まずね体の動き、ここを押さえておきたいと思います。例えば夫がここの机でどう時間を過ごしているのか、ここをですね考える必要があります。いわゆる整理収納でいう動線です。そして動線を考える上で大切なこと、これは体の動きです。ここで考えるべき体の動きは、夫の利き手が右手なのか左利きなのかです。でうちの夫右利きなので、今ここにね電源タップを置いている、これは結構リニアかなってるんですよ。おただいまとか言ってきて、このねスマホをここにこう充電器バッて挿してこう充電する、すごく充電しやすい配置にはあるんですが、ここで彼がどういう時間を過ごすか、ここでねこうノートバーン開いて筆記用具をバーン出してね、ここに物をガチャガチャこうやって広げておいて活動をするけど、ここのゾーンに物が集中するんですよ。このゾーンですよね。現状夫のねこの机の問題点として、彼の目的として勉強をここでし試験を突破しますという状況なんですが、無造作に勉強用に買ってきたこの電気スタンドのコードが机の上をこう我が物顔でぐる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 とね、張っている状態、これ勉強に必要ないですよね。そしてかつ仕事から帰ってきて、あただいま帰ってきました、携帯の充電器挿します、こう差し込みます。でここにさらに携帯の充電器なんかもやってくるわけですよ。あとパソコンですよね、パソコンもやってくるとなると、パソコンのコードなんかももうここがしっちゃかめっちゃかになってしまうという状況です。で一方こう今度左手ですよね、左手のこちら側のゾーンはガラ空きになるんですよね。で使っているもののゾーンとこちら側のねこう使うゾーンとこっちのガラ空きの使わないゾーンがあるならば、こういう携帯の充電器っていうのは使わないゾーンにあるべきもの、収めるべきものなんですよね。でこれから、このね電源の位置をどこにするのかを考えた時に、夫の利き手を考えた時右手なので、ここは、位置としては悪くないけれども、右手に配置したことで今この現状であるということを配慮するならば、ちょっとこの位置はまずいんですよね。で今手前のこちらのゾーンですね、こちらのゾーンには物が集中しているという状況、これは改善したいので、じゃあどう改善するのか、いい立地としてはこの奥手側なんですよね、スタンドから奥、この本を置いているここの位置っていうのは実は結構空きスペースとして
すごくいいんですよね。だって主に使うのはこちら側のこの椅子に座るスペース、ここは整理収納で言うと、まあ本当にゴールデンゾーン、一番物が動いて人のね活動が活発にならなければいけない場所、ここに余分なものは置きたくないけど、こっちは動線で言うと、まあ別にこう人が物を書いたりして何か活躍する場所というよりは、ここにねキャビネットも置いているように、まあ物をちょっと置くに対してはここは最適な場所なので、ここにね物を配置したいと思います。で必要なものを買ってきました、電源ケーブルなんですけど、本当はね5メートルのものが欲しかったんですけど、まあ2メートルのやつしかなかったので2メートル1個と、こちらも2メートル、とりあえず4メートルで用意しました。電源コードを、まあ、整理する上でよく使うアイテムはこれですね、まあ、壁や床を這わせたりする際に、まあ、使うアイテムなんですけど、この字型になっているのでここをねこうパキッと割って、まあ、この中に電源をこう通して、まあ、整理するんですが、まあ、裏がねこう両面テープになっているので壁や床を這わせるときは、まあ、これをねこうピロンと剥いで、まあ、あの使う感じですね。
回の動画は夫の部屋のコードの整理ということで、まあ、簡単な、ね、コードの整理ですがお送りしました。普段、ね、もう片付けをゴリゴリにやってらっしゃる方にとっては、まあ、何の目新しさもない動画なんですが、まあね、見てくださった方で、あ、そういう整理の仕方もあるんだ、あ、ヒントになったわと思っていただければ、ね、嬉しく思います。はい、まあね、あの個人的にはもう本当に毎日夫のここのコードがぐちゃぐちゃぐちゃってなってるのを見て、うわー、もうもやもやすると思ってたので、ちょっとねすっきりして私的には満足です。はい、それではまた次回動画でお会いしましょう。それでは。